もう一回行くぞ。はい。あ、じゃあ、これ村人がいい、村人がいい、村人がいい。あれ村人がいいよ、くそ。じゃあ、もう一回。あ、普通にじゃあ、ルームマスター、じゃあ、アッキー？アッキーから、ちょっとなんか、人狼っぽくやる？ルームマスター、ね、あ、また天候。天候みたいな、まあ、また天候。ルールみたいな感じあるからね、やっぱ、その人狼殺。みんなミュート、ミュートでちょっと自己紹介して、ルームマスター回して、ちゃんとルールや、ちゃんとやれよ、ちゃんとルール言わないと、ちゃんとルール言わないと初日神するからな。そうやぞ、やるからな、荒れるからな、無駄がいいんか。じゃあミュートで、はい、はい、じゃあね、僕がルームマスターってことで、まあね、ルームのルールを確認しないとね、分からないと思うんで、しっかりルール確認していきます。まず、ね、人狼といえば初日神なしで、お願いします。一番最初に人狼来たら、他の人噛むのやめてください。日常でね、どんな人のね、耳たぶ噛もうがね、どうでもいいんですけど、お願いします。この初日だけは、やめてください。はい。ってことで、もうこんくらいじゃないですかね。まあ、あとは楽しく面白く、やってかーん、ゲーム開始します。本当面白いことになって。いやいや、テンコ取るっていう話じゃなかったろ。なんで俺がこんな、もう誰も反応してくんないから、本当に痛いやつみたいになってるね。何が来るか、ドン、ハリウッドだ。身分を確認してください。カモンカモンカモン。あっき、聞こえてるよ、聞こえてるよ。聞こえてるよ。うるさ、あっき、ミュート。え、初日アッキー釣りで終わりだよ、これ。バイバイ。カリウッドは、守る場所を選んでください。っていう風にね、やらかしたふりして、まあ、みんながね、俺人狼だと思い込むわけですよ。これ、これリアル教師だよ。はい、やばすぎ。マイク入ってる。これもう勝ちやんけ、これ。いや、でもこっからね、迫真な演技あるかもしんないからね。いや、これもう最初にカミングアウトしてるわ、放送事故だわ。まあ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 、こっからどうすんだろう。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、ちょっとかまうやつ出てきそうだけどな。あー、アッキー、朝が来ました。どうなんだろう、アッキー人狼って言っちゃったよな。え、さっき人狼って言ってたよな、アッキーね。昨夜は誰も死にませんでした。はい、まあ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 。5番あ、来たぞ。のプレイヤーは草町確認してください。はい、はい、おはようございます。私、村人陣営で、まあ、死をカミングアウトさせていただきます。占い師です。はい、占い師、まあ、正テオリー通り潜っとけよ、普通に田中だけどさんを、祝ってねえや占ったら、白でした。はい、なのでね、村人陣営でした。はい、まあね、考察ね、1周目はね、まあこの後伸びないと思うんで、まあ対抗占い師が出てくると思うんで、そちらのね、意見を聞いて、しっかり考察伸ばしていけたらなと思っています。よろしくお願いします。動揺してるぞ、動揺してるぞ。いや、もうバレてるけどな、もう。5番さん、お祝いありがとうございます。ちょっと誕生日まだなんですけど。まあまだ1周目ってことで、とりあえず5番さんいらないしって感じなんですけど、まあなんかちょっとゲーム始まる前に空耳でなんかちょっとやらかしたふりでみたいな聞こえてたんですけど、まあ、まあ、ちょっとすいません、ちょっともしかしたら外で聞こえてただけかもしれないですけど、まあちょっと対抗が出てきたら、まあそれでまた考察するみたいな感じですかね。じゃあよろしくお願いします。1番のプレイヤーは発言してください。はい、1番おぱしです。占い師使用させていただきます。で、セオリー通り、左隣の人を占う必要がないぐらい5番さんがやらかしていたので、5番さん、カラスキャッキーさんを占ったところ、真っ黒でした。はい、真っ黒でしたので、これ以上考察する必要はないかと思いますので交代します。かわいそうに。のプレイヤーは発言してください。占い師か。はい、おはようございます。5番さん占い師、1番さん占い師把握です。6番さん白出し把握です。僕は、村人陣営で白でした。で、まだ初日なんであんましわかんないんですけど、とりあえず、まあ今日6人か、まあ今日とりあえずグレーをちょっと漁っていけたらなと思います。じゃあ3番さんに回します。いい感じ、カモフラージュしてくれてる。3番のプレイヤーは発言してください。3番のチャです。村人陣営で白です。合ってるのかな、これは。ちょっとね、まあ草まんじさん、5番のアッキーさんが、あー、まあそうなんじゃないの、空耳かもしれないけどっていうところなんですけどね。ちょっと僕はまあこれ以上村人を味わいたいと思います。はい、以上です。
4番のプレイヤーは、ママ5番のアッキーが黒って言ったよ、人狼だよ。あんたジロー、やめな、ダメだって、そういうこと言うのはね、あるからそね、プライベートってあるからね、空気読んでいいとこ悪いこと、あんたまだね小学生なのにそういう判断できてないと思うけども、ここはねちょっとね、アッキーって黙って、ちょっとあんた黙りす、ママでもアッキー人狼って言ってた、絶対人狼で、なんかちょっとはぐらかした2番もマキト君、あれ人狼だと思う。なんだたね、ジビやめな、ほんとにもう切羽詰まって、次アッキーなんか面白いこと言ってカモフラージュすると思うけど、絶対ほんとにやめなさ、そう、ほんもう面白くなくなっちゃうから、動画ほんとな、やまんのプレイヤーは発言してください。はい、ということでね、まあね、今ね、あのジロー、まあ4番さん、コロン君のね、ジローっていう子がね、結構話してたもんですけど、普通、自分のあの子供にジローってつけますか？ジロー、人狼。あれ？これ怪しいんじゃないですか？まずここで、まあ、4番さんがちょっとね、怪しくなって、そして2番、名前的に私人狼じゃない。守ったぞ。普通人狼じゃない人って私人狼じゃない。殺人犯は私は殺せないっていうのは当たり前です。それで2番怪しいです。そしておっぱしさん、私がめちゃくちゃ怪しいって言ったんですけど、僕は最初に言いましたよね。あの、あえて、あなた、あの、皆さんの方々に、あの、逆に鎌をかけて、逆に、あの、いろいろやったんですよ。だから、普通ね、セオリー通り占った僕の方が死んでみていいんじゃないかなと思いますね。ああね、まあ、普通にね、最初黒立ちする方が有利なんですよ。だから、まあね、有利に立とうとしているおばさんがちょっとね、あの、黒角、まあ僕からしたらね、ちょっとっていうかもう絶対黒角なんですけど、おばさん。だから、まあ黒で見ていいと思います。まあ、そんくらいですかね、考察。はい、あの、僕はもうおばさん限定で入れます。よろしくお願いします。おばさん限定で。まあということで、まあ、5番は死んだ体で、まあ、次の話をしていこうかなと思うんですけど、まあ、とりあえず対抗が出てないから分かんない、もしかしたらジローが人狼のルールでお母さんに怒られてて、もしかしたら使用できなかったかもしれないんで、まあ、まだオパシさんが本当かどうか分かんないんですけど、まあ、オパシさんが白で、まあ、カリウドっていたかな、カリウドの人が、まあ、オパシさん守っていなかったらどうしよう、ちょっとルール分かんないし、初心者なんですよ、初心者なんて、あ、まあ、人くんちょっと怪しいかなと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、皆さん多分信じていただいてると思うんで、まあ、今回5人で戦う人狼ゲームということで、まあ、5番もすでに死んでるんで、で5番の死んでる人がなんか6番に白出ししてたんですよね。で黒がまあ黒だよとはまあ言わないじゃないですか、6番に対して。だからまあ6番ちょっとそこら辺はある意味怪しいのかなと思うんですけども、なんかすでに死んだ人が言ってることなんで、なんかあんま当てにもならないかなっていうので、ちょっと推理のしようがないかなということで、一旦5番死んで、でその誰だと噛まれるのかっていうので、2,3,4,6 のね、誰が次噛まれるのかなっていうのをちょっと見ていきたいなと。でカリウドの人にはね、あの守っていただければなと思います。なる、終了ですね。2番のプレイヤーは発言してください。あ、大丈夫か、あ怪しいぞ、聞こえますか、 OK です。いや、なんか一応なんか怪しまられてるみたいなんですけど、あの名前がこれなんで、あの名前で決めるのはあんまし良くないと思います。初心者んであれなんですけど、僕は村人陣営です。はい、次回します。3番のプレイヤーは発言してください。はい、今の話をすべて聞いていて、まあ、5番の人がまあ黒だということで、もう結構満場一致してるみたいなので、まあ、ここはまあ、5番のことはまあ無視しておいて、まあ皆さんと一緒で僕も村人を楽しんでいる状態、ああ2番かなって思っちゃいますよね。まあ5番さんはまあどうでもいいという存在なんですけどね。はい、僕からは以上でございます。4番のプレイヤーは、ママ今日のご飯、あんたジロー今日ねカレーライス、やだやだ、僕
サザエがいい。あんたサザエって言葉いつ覚えたの。本当にカレーライスが、ま、ママのねカレーライスが一番美味しいってあれほど言って、やだ僕サザエ。あんたね本当そういうところあるから本当やべ。あのねジロータケタケシタケシもな何タケシ、ま、ママ僕うんこダメ。見てください。さあどれがいいかな。マッキーでも苦労だとどうすんだ。2番、まあ、とりあえずマキト君にして。5番。5番になっちゃう。5番になっちゃうの。シンデレラになっちゃうの。まあまあまあでもそうすればでももう一戦いけるのか。のプレイヤーは発言してください。ママ、ジローが僕いじめるよ。だって俺もうみんなからハブられてた。俺どこ行ってもダメ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 。あ、星の降るたびに恋をするたびにバイバイキンってことでね、僕はねこの後死んでしまうんで、まあね、まあ僕村人陣営だったんで、もうこの後はカリウドがもうグッジョブ出すしかもう勝てる方法ないと思います。市民の方方々本当にカリウドグッジョブよろしくお願いします。カリウド本当にマジ頼みました。よろしく。何言ってんのこいつ何言ってんだよマジで。カリウドは目を守るか。カリウドカリウドは守る相手を選んで、どうなんだろうな。僕的にマキちゃんが、マキト君が人狼でおっぱいさん守殺すと思うんだよね。ほれほれか、ピキト君かな。喋るやつ倒すからな。ほれほれ俺を選べ。ほれほれ俺を選べ。めっちゃほれほれ言ってるやんけ。まあおっぱいさんかな、守るとするならば。狙われそうだよな普通に。いやでも人狼の可能性あんのか。それはまずいな。そっか、カモフラージュで言ってる可能性、そう、120% マヒト君じゃないんだの可能性はないんだ。ん？どういうことだ。もう意味わかんねえ。どうなんだろう。朝が来ました。おう。え？どういう状況だ？昨夜死んだのは。6番。六番。え？あれ占い師って誰そもそも？1番。おばあさんか。発言してください。はい、カリウドさん守ってくださってありがとうございます。で、自分占い師なんで、今回、2番のマヒト君を占いました。マヒト君は白でした。なんで、3番4番さんのどちらかが、間違いなく人狼ということなんですけど、ね、さっきのあのどう考えても5番が人狼という状況下で、なんで3番と4番さんが、初日の夜にマヒト君を釣ろうとしたのかなっていう理由がちょっと聞いてみたいなって。まあ思いました。はい、はいはい、以上です。なるほど、まあ、そんな理由か。はい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 。あれ終了できた。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。これチャーさんまだ、バトルが残ってるっていうことで、5番さんが一応人狼で間違いないってことが一応分かりました。ってなると1番さんのおぱしさんが占い使用してたと思うんですけども、新メディア見て間違いないと思います。なんで僕さっきね白出ししていただいたんで、まあ、3,4 のどちらかが一応黒だと思うんですけども、現状今見てね正直どっちかっていうのはわからないんで、これからね3番さんと4番さんの意見聞いてちょっと考えて怪しい方に投票していきたいと思います。これネタ走った方がいいな。3番のプレイヤーは発言してください。はい、また結局僕はここで疑われるというあれになっちゃうんですね。いやでもこれもまあこれが人狼なんでしょうから、村人ここで、まあ、白だよっていう以外に僕はね話術を得てないんですよこれチャーさんだぞ。どうしたらいいんだろうね。かわいそうでしょ、マジで。僕あえて何も言わないっていう。はあ、これぐらいしかできない。うん、ということで、いやー、これ、チャーさんかわいそうだな、普通に。いや、もうちょっと言ってもいいんじゃないかな。いや、俺じゃねえもんだって。4番のプレイヤーは。はい、ですね、普通にやりたいと思います。まず、僕、カミングアウトします。CO、カリウドです。で、僕はおっぱしさを守って、まあ、普通に。そのままだと。で、
2番のマヒト君を守ったのは、まあ、確実に5番を殺されてると思ったんで、まあ、面白くないなということで、まあ、僕のライン的に 5-2 が普通にできてたんで、マヒト君でもいいのかなって、どっちにしろ多分5番入れると思ってたんで、そうですねっていう感じです。で、まあ、チャーさんが、まあ、確実に黒なのかな、ちょっとね、急にもう1回2回連続当たって何を喋っていいのかわからないっていうのが現状の感じだと思ってるんで、これはチャーさんだと思っています。はい、以上です。いや、これね、厳しいよ。ありえん、マジで。ほらじゃないべ、これ厳しいよ。普通にチャーさん、いや、だって対抗の占い師いなかったでしょ。4番はのプレイヤーが選ばれました。なんで13 4番のプレイヤーはなんでだ。わあーあー、終わった。人狼だ、もう人狼勝ちだわこれ。え、待って、でもそっか、対抗で、これ殺したら、あーでもそっか、11もかもね、もう僕カリウド、僕確実にカリウドなんで、まあそっか、最後にカリウド CO するのが怪しまれてたのか、おパシさんに。いや、僕マジカリウドなんだって。いや、最悪、メタ発言しなきゃよかったな、変なこと。まあでもそうですね、まあ面白かったということで、ね、お魚くわえたドラ猫を追っかけて。夜が来ました。目を閉じてください。マジか、いや、マジか。これ死ぬ、マジ言ってる、僕死ぬか。いや、これは確実に、まあでもピクト君が狩人とかっていう可能性もあったっていうのでか。あー、え、僕人狼、そっか、でも4号でかばったっていうラインも作っちゃったらからか。あ、4号ってか5に1回でカバーしたっていう、そういうことか。来ました、なるほどね。ちょっと手間こかなきゃ、普通に5番に入れればよかったな。2番、これはしょうがないね、申し訳ない。ゲーム終了、人狼の勝ちです。ちょっとおパスター、やった。なんでコロン君噛まれたねえ、ね、本当に申し訳ない。なんか喋ってたら3番さん投票してたのに OK 押すの忘れてました僕。あーもうやらかした。そっか、あ、そっか、マヒト君破棄してたんか、うん、そうなんですよ。そっか、いや、これで圧勝すれば投票になっててもう一回いけたのか。そうなんですよ。あー、なるほどね。そう、めっちゃなんか喋ってたんですよ。カリウドやっぱ今使用したってことはみたいなこと喋ってたら、気づいたら、あ、マジマジマジってなっちゃって。いや、もうなんか追い詰められてもカリウド使用して自分に笑っちゃってるようにしか見えなかったもん。そうなんだよ、逆に。やべ、もう終わったからカリウド使用して言い訳しようみたいな空気だと思っちゃった。まあ最後に言ったのもそういう感じに見えちゃったのかな。で、あと僕が 5-2 で LINE 作っちゃったからなんか怪しまれてたのもあるのかなと思って。そうなんですよ、だから2番つった方が面白くねっていう発言がもう意味わかんない。そう、意味わかんないんだよね。面白いってなんだと思って。あー、くそ。いやー、いやー、皆さん、なんで勝てたんすかね、これ。長いんですよね、長いんですよね、皆さんね。あれれ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 はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。